はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストが持ち物を手放していきます。持ち物を手放しながら皆さんに注意喚起をしていきます。この動画を最後まで見れば、私もあれが手放せると分かったから持ち食うぞ、俺も手放すもの見つかったぜ、ヒュー、いろいろな発見がありますので最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツミニマリッシュ、どうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。まずはじめはこちら。こちら何かというと、僕の背中の皮膚です。怖いよ、すいません。こちら肌色の銭湯のタオル、温泉やお風呂に行く時だけ使っていました。これはね、急にお風呂に行くって言ったから、そこでね買ったもの。僕はお風呂やサウナに行くのが大好きなので使っていました。だけどもうガッサガサ、ほつれもすごいし、先日行った銭湯でかっこいいねタオル見つけましたので、そちらまた購入しました。270円ぐらいだったら安いね。なのでこちら手放していきます。皆さんも糸がほつれたり、めっちゃ柄が色あせちゃってるタオルまだ使ってますよね。宗教上とかね、家のその考え方的にそうならまあしょうがないですけど、別に何にもこだわってないよ、そういうことないよっていうようだったら、手放してね、新年だし、買い替えていったらいいんじゃないですか。揃えてみようよ。なになに、大掃除やらなかった？それはまだ2022年に取り残されてるわ。この前の年もやんなかった？じゃあ2020年に取り残されてるね。それはないんだけど、やろうよ片付け。年が明けたからやらなくていいとかそういうことないので、大掃除もまだまだやっていきましょうね。はい、こちらは僕の背中の皮膚手放します。怖いよー。はーい、次。はい、続いてこちらこちら何かというこちら何かというと、はい、キャプテンマークです。日本の次のキャプテンは任せる。みんなにね、こう指示するためにこれ使ってます。いや、口で伝えるキャプテン失格か、すいません。違って、これは2022年の卓上のカレンダー。2022年は終わりましたので捨てていきます。お店で自家予約を取るときなんかには使うので、新しいものをもうネットで購入しました。まだ来てないけど。こちらメモ帳としてね、1枚ずつ使っていく気はないので。そんな人いんの？ゲーン。紙があればメモ用紙作る人いるよね。切ってさ、昭和の話やめる。すいません、嫌いにならない。とにかく皆さん、明けましておめでとうございます。今年も始まりましたので、昨年が終わって意味がなくなったもの、まあシーズンものだったり、来年は使わないかなというものは、まあ年越しちゃって本当に意味なくなるものなんかはもう手放していきましょう。もし貼ってあるカレンダーの絵がめちゃめちゃ良かったとしても、もうカレンダーとしては使えないから、それどうですか？取っておいて絵にありますか？これならさ、絵のとこだけ切って持っておきましょう。やっぱやめといて。ある意味これは当たり前に捨てられるものなのに、そういうものでも取っておきたくなる方、それはかなり危ないサインが出てますよ。ぜひ年末なんかに一回取っておこうとしちゃったものというものも再度見直してみるのもいいと思います。検討してください。僕はこれね、数字書いて卓球の点数をね、こうやって数えるやつにしようかな。やめとけー。すいません。はーい、次。はい、続いてこちらー。はい、こちら何かというと、はい、心臓の音聞きますね。はい、上着まくってください。はい、いいですね。はいはいはい、来週再検査が必要です。もう一回来てください。最低くん。はい、こちら聴診器とかではなくて、 LAN ケーブルの延長コード、こちらにつないでこのぐらい1メートルぐらい伸ばせるもの、年末の家の大掃除の時に出てきました。まあこういうケーブル類いつか使うかもしれないと思いがちなんですけど、僕の場合もう延長コードビロ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 使う気はないので、こちら手放していきます。 Wi-Fi の機械があるしね、そもそも。皆さんもこういうコード類なんかは結構取っておいてる人いると思いますけど、本当に使いますか？1年以上使っていないものありますよね。何年後に使うでしょうか？何本かあれば十分じゃないですか？多すぎませんか？モバイルバッテリーを買うたび線が増え、スマホを買っては線が増え、コンセントが増え、新品だとなかなか捨てるってのは厳しいかもしれませんが、何かね、売りに行く時にその中に入れるとか、家族に聞いてみて必要な人がいないか聞いてみるとか、譲ったっていいじゃない、あなたケチね。ういやめなさい。すいません。はい、こちらの延長コード手放します。お疲れ様。でもこれ頭痛い時にこうやって縛ればいいか、どういうこと？はーい、来た。はい、
今日もこの時間がやってきてしまいました。ミニマリストが手放すものもあと一つとなりました。早速発表に移ります。じゃあミニマリストが手放すものラストいきますよ。ガチレー、はいはい、こちらストレートアイロンです。はい、こちらです。はい、こちら美容院で使っていたパワフルなストレートアイロンなんですけど、壊れちゃった、落としちゃった。でも5年以上使いましたので、もうしょうがないから新しいものを購入しました。なんか黒くてかっこよくなっちゃった。5年半も使えばいいでしょう。電化製品などは壊れていきますし、重なっていろいろ買うことになるのは困るので、いいタイミングだったかもしれませんね。お疲れ様。アイロンこうやって使ってたんで、あーつーくないよ、大丈夫、ごめんなさい。まあ完全に元は取れましたね。こちらの新しいアイロンは前のみたいにね、長く使えるように丁寧に扱っていきたいと思います。年末年始いい買い物できましたか？僕はね、アメトークを見て、静かなね、掃除機、スティック型の掃除機があったんだけど、ヤマダ電機に見に行ったら、すっごい静か。使ってみたんだけど、めっちゃ静か。めっちゃ欲しかったけど、6万とか7万とかする。誰か買ってくんない？最低限。すいません。僕はこれ、新しくするときに、いいものに変えていきました。長く使うものは、やっぱり妥協しちゃいけないね。長く壊れないから、一回気に入らなかったら、本当に困りますからね。売るにしても損が出ます。買い替える時には前よりいいものを買う、そうし続けることによって、いろいろなものを買った時に全体の生活の質が上がってくる、生活レベルがアップするわけです。買い替えの時は持ち物をアップグレードして、生活をアップデートしていきましょう。わかりましたか？反応ゼロ。はい、わかりました。あなたにはこの使えなくなったストレートアイロンも送ります。接触悪いよ。これが余裕で入る大きい段ボールに入れて代引きで送りますからね、よろしくお願いします。最低くん、はい、これでおしまい。はい、それでは今日手放すもの一気見せ、それがガチです。はい、こちらを手放します。はい、温泉や銭湯に行った時にこちら使っていましたタオル、こちら手放す。お疲れ様。はい、こちら卓上カレンダー、2022年はありがとう。今度はおしゃれなやつ買ったよ。こちら手放す。お疲れ様。はい、もう必要ないケーブル手放す。そして長年お世話になったアイロン、いろいろな人の髪をストレートにしてきたね、ありがとう。手放す。お疲れ様。新年一発目、相変わらず使わないものを手放していきます。第1年になりそうです。はい、いかがだったでしょうか。ミニマリスト、持ち物手放す。お正月終わっちゃった。なんだか年が明けて気合が入らないな。そういう気分の方いると思いますけど、そういう時は力を抜けばいいですよ。一年ずっとね、張り切ることもないです。人それぞれ自分のペースとか感じ方っていうのは違いますから、日によって変わることもあると思いますので、手を抜くんじゃなくて力を抜く、そう考えていきましょう。何の話をしたんでしょう。はい、今日の動画が参考になったよ、共感できたよと少しでも思ってくれたら、グッドボタンで教えてください。モチベーション上がったよっていう方もね、ちゃんちゃんねるねるチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。イエイ。